ニュースマグビです。お気持ちが発表され、結婚再延期となることが決定的となった眞子さまと小室圭さん。ご結婚は一体いつまで延期されるのでしょうか。一つの鍵になるのは、小室さんの母親、佳代さんの借金トラブルの時効のようです。借金には10年経てば返さなくていいという消滅時効があるそう。ある皇室ジャーナリストは、元婚約者は佳代さんに2年間で10回にわたって延べおよそ400万円を貸したという。1回ごとの借金は10年経つごとに順次時効を迎えていくと話しています。ニュースマグビ